こんにちは。まあここはどこでしょうか。まあ答えは後ほど。すごいね、おしゃれなお店がたくさんあるとこです。向かい側には天下の清水建設のね、野鳥場のビルが着々と進んでます。僕が入っていくのは神宮ハイツ、答えは後ほど。どうもお疲れ様です。どうも一日終わりましたけど、ダメなんですよ。なんかね、僕ね、これ事件ですよ。あれからやっぱりぐっすり夜も眠れません。僕の悩み、猛獣レディと言われる獣を飼いならす、これまた獰猛なトラという生き物が、コマレチとは何か。コマレチが何なのか今もこうして悩んでいる。布団の中と言わず、その通り金曜日の末と言わず、おダメだダメだね、全然わかる。まあコマネチ、皆さんにとってコマネチとは何ですか。コマネチ、ウルシカト、あれだぞ、あの女あれだな、肛門のシワとシワの間にさ、あれだよ、今朝拭いたさ、ティッシュの茎かすが2ミリぐらい挟まってるのに全く気づいてねえぞ。あら、失礼しました。